ゴゴ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 。理解力がなさすぎる。ホイソツを持ってしても。いや、ホイソツわかんねえから、もう誰もわかんねえだろうな。日本の最高学歴だからな、ホイソツが。保育園卒が一番偉いかな、この世の中で。明けまして、おめでとうございます。まだ使えるはず。明けおめの使い回し。あと3つを。袋。よいしょ。6403。うまっ。オーツ直すのうますぎる。黄黒白。黒白茶。計算か。出なかったね。どうも。はい、ミュート解除しました。リカさん。いや、しんどるやんけ。僕はおそらくメイヤさんがやったと思うんだけど、ゲンさんはどう思う？情報言っていったら後でいつかゲンが発言するの。もうなんか持ってと、はい、エレクトリカルとストレージの間の通路、ストレージの左、ぐらいで、ストレージの部屋出たところぐらいで死体が発見されたんですが、はい、O2 が鳴った時アドミンにエレクトリカル2がありましたので、僕は O2 を無視してエレクトリカルに向かいました。するとゲンさんとすれ違い、エレクトリカルでピカクロスさんが作業しているのが確認できました。ゲンさんとピカさんめちゃくちゃ白いなと思って、エレクトリカルで作業をしているとゲンさんが帰ってきて作業をしているようでした。僕が作業を解除したらエレクトリカルからピカさんがいなくなっていたので、じゃあ、ボタンを押そうと思ってストレージ側に向かうと、メイヤさんがそちらから歩いてきて、いや違うな、エレクトリカルにメイヤさんが入ってきて、死体が落ちてたという順だったので、メイヤさんストレージから来てるよね多分。いや、ストレージ行ったんだけど、俺ナビゲーションでタスクやった後に、O2 が鳴って O2 を直し、ウェポンカフェテリアを通ってストレージに行きました。で、ストレージで、ガソリンのやつ組んで、アッパーエンジンまで行って、戻ってエレクトリカルのタスクをやっていった時に合ってるんですよね。チャリロ、いやでもアッパーエンジンまで行けるかな、距離的に。るんだよな、行ける。最後アッパーですか？いや、最後はエレクトリカルで行ってる。一応アッパーとかリアクター、ピカさんとすれ違ってないんだよな。ピカさんは俺知らないんだよな、見てないんですよ。アッパーリアクターあたり、一応僕とケイさんがいるとだけ先言っておきます。現です。テラゾーさんの情報は、テラゾーさんの情報はほぼほぼ正しいと思います。ピカクロスさんが生存確認私できてるのは O2 になった後までです。その後にピカさんは死んだと。さん直した時メイヤさんいたっけ？俺ちょっと覚えてねえや。詰めた方がいい？どうする？誰？俺？トータスさんがいてた、いてた。直しましょう。ほぼ確実に。ボタンを押しましょう。みんなでボタン押しましょう。俺押しますわ、じゃあ。ね、だけやっちゃうか。ありそう。ブー。一応向かおう。巻きあるぞ。危ねえ。おいしそう。はい。よかった。連続で話すときはタスクせずに行きましょうね。すいません。ごめんなさい。はい。僕もちょっとやってたんで一言言えないですけど。まあボタンを押すつもりがあって近くにタスクがあるんであれば、30秒以内にボタンさえ押せればいいので、作業してカフェテリアに戻るのはいいですが、エラー回避に行く人員を割かなくてはいけないので、そこは気をつけましょう。はい。すいません、時間取りました。はーい。じゃあ続きを。
はい、どう弁明したらいいんだろうな。確かにそこでエレクトリカルから出たとこにいるってなると俺が確かに怪しくなります。あ、1日の動きでもう一回教えてもらっていいですか、皆さん。僕はナビゲーションにタスクをやりに行って、で O2 が鳴ったんで O2 を直した時に、ロータスさんとサントさんもう一人ぐらいいて、ね、ロータスさんと4人か4人か、うん、あと砂ダメも行ってメイヤさん見てます。O2 の前にそう、それで、はい、その後ウェポン通ってカフェテリア行って、そこで先端さんとすれ違ったかな確か、でストレージ回ってって感じのさっきのルートなんですけど、カフェストレージロはアッパーまで行ったってことですか。そうです。最終位置はエレクトリカルの手前ぐらいでしたっけ。エレクトリカルの中かな。うん、あ、左から来てるっていう主張なんだよね。そう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 。ああ、そうかそうか。だってエレクトリカルエレクトリカルの出口で死んでるんですよね、ピカさん。そうです、エレクトリカル出口右ですね。左から来たら気づかない可能性もあります。あれ来たっけ。終盤ぐらいに僕監視カメラつけたんだけど、メイヤさんって撮った覚えがないんだけど。どこ。いや、十字路ってこと。そう、十字路リアクターセキュリティのことだったかな。ちょっと結構終盤だったからそれより前って言われたら分かんないけど、もしメイヤさんが言ってることが真実だとしたら僕はゲンさんだと思うけど、ゲンさんはエレクトリカルでピカさんを殺してないので、うん、メイヤさんのプラゾーさんの方が、アゲンです。プラゾーさんの方が先にエレクトリカル出てるので、現に犯行は不可能だと思いますよ。まあ、でも、メイヤさんがルートで嘘をつくメリットはそんなないから、インポスターでも。そうなんだよね。それは、おっと。すげえ、死ぬ死ぬ死ぬ。やばいわ、これちょっと待って。もう一回だけ。すげえ、サイヤ人。少なくとも、テラゾー現メイヤの中の誰かってことね。まあ、そうだよ。かないの本当に。助けちゃった、脳死してる、やべえ。自分で言っといて助けちゃった。あなた疲れてるのよ。はーい、まあでも他洗いません。一応あれ犯行不可の人。はい、話してないのか。じゃあ砂ダメトータス無理です。アドミンずっといたんで、最終盤の方は。ね、最終盤は、先端が確認してるんじゃないの。K です。セキュリティでカメラ、リアクターのをやってからセキュリティ見てました。トータスさんがアドミンに入るタイミングでカメラ見てました。トータスさんは確かにアドミンに入ってた。ついてた、ついてた。で、先端さんも、はい、あの十字のところに来てくれてた。はい。サントスさんも無理だと思います。ウェポンでシューティングしてました。はい、終わる。はい、ウェポンに確認しました。はい、終わる4秒前くらいでのアルトサントスウェポンの状態なんで不可能だと思ってます。自分ナビゲーションにいたので、はい、3人以外消去できました。できましたね。あとはもう寺蔵さんのセルフをゼロってするんだったらもうメイヤさん釣っちゃってもいいんだけど、 あとはゲンさんがピカクロスさんとどこですれ違ったかは話してます。エレクトリカルの中です。ゲンがエレクトリカルに入ったタイミングでピカクロスさんがまだあタスクしてたんだって感じでクロスして、ゲンさんって出ていった後の行動を教えてもらっていいですか。もうずっとエレクトリカルです。いや、あのエレクトリカルに一番最初初手行ってるじゃないですか。あ、そうですね、うん、で、あ、その後ですか。その後です。わかりました。その後、私、回転前に張り付いてたんですよ。停電起きるかなと思って。でも起きなかった、O2 になったんで O2 直しにためにストレージに寝て、でアドミンの方を直そうと思ったらセンターさんが出てこられたんですよね、うん、なんで、あ、じゃあ、アドミンが直ったんだと思って O2 が行こうとしたら O2 も直ったんで、ああ行かなくてよかったんだと思ってまたエレクトリカル戻ってタスクやったって感じです。で、そのエレクトリカル、あ、で2回目のそのエレクトリカルの時に、ピカクロさんと交差しています。3人の中で3人の中で一方的な不可能な方向ってありますか。寺戸さん視点、ゲンさん不可能とか、メイヤさんが左側から来てるっていうのがもし真実だったら無理そうだなって俺は思ってるけど、ゲンさんが最後にストレージからエレクトリカルに入ってきてるからゲンさんの可能性はある。ただ麺屋さんだと思うけどな俺はって感じ。自分も寺蔵さんがセルフするメリットを感じないので麺屋さんに入れました。さっきもですけど、うん、だってオーツアドミンが鳴ってるのにロアエンジンアッパーエンジンっていけますか。違うんだよ違うんだよ。シュンちゃんアドミンの人さ、なんかそういう人が正直違うんだよ。出た順番がちょっとチピアもちょっと組みづらいな。まあ一旦保留。麺屋さんでもペア作った方がいい気もするけど、テラゾーメイヤペアが良かったかな。
あ、まさに。まあちょっとペア組むなりつるなりをじゃあ今回決めちゃいましょうか。Z にはなりましょうっていう話で、あのごめんなさい、あの寺蔵さんのちょっと視点がごめんなさい、ちゃんと整理私の中でできてなくって、さっき源さん、てっきり私源さん、ピカクロスさん、寺蔵さんの3人がいて、寺蔵さんが先にエレクトリカル出たから源、うん、さんには反抗不可能みたいに理解したんですけど、そうじゃないんですか。僕もそう思った。僕の視点をすべて最初から言いますね、はい、カフェテリアからアドミンでカードスラッシュをしている最中に、停電がになり始めたのかな、それぐらいのタイミングで O2 がなり始めたんですが、僕はその時にアドミンを見てて、エレクトリカル2があったので、これもしインポスターがエレクトリカルにいたら絶対反抗が起こると思ってエレクトリカルに向かいました、はい、ストレージを、の下の通路に入るところら辺でゲンさんとすれ違ってエレクトリカルに向かったところ、ピカクロスさんが生きてました。ゲンさんとピカクロスさんがエレクトリカルにいたんだなと思って、この2人めちゃくちゃ白いと思いました、はい、そのままピカクロスさんと一緒に作業を続けてたんですが、作業を開けたらゲンさんがいて、ピカクロスさんはいなかったです。はい。ピカクロさんいなかった。はい。源さんはもうピカクロさんはもう外に出て、源さんが戻ってきたんだなと思いました。で、エレクトリカルから外に出るときに、メイヤさんがエレクトリカルに入ってきて、ストレージ側に抜けたら、ストレージの下の、通路のところで、ピカクロさんが主体になってたので、メイヤさんが犯人っぽいなって思いました。あ、じゃあ、寺蔵さん視点、ゲンさんとメイヤさんローラーしたら一郎連れる確率でいいですか？いやいや、てか、それだったら、あれじゃない？メイヤさんが下に気づいてるはずじゃない？ゲンさんが殺人してたら。左から入ってきたんだったらわかんないんじゃない？知らないけど。位置的にどうですか？だから左から入ってきたらっていう話ですよ。メイヤさんが言ってることが真実ならロアエンジン側から来てるので、ロアエンジン側から来てると死体のレポートが出ないぐらいの位置でした。あ、出ないぐらい。メイヤさん、寺蔵さんに反論があるならした方がいいんじゃない？いや、反論ないよ。まさにその通りだっていうか、あれだと思うから。確かに。これはゲンさんと寺蔵さんの動きわかんないから。ゲンさんとメイヤさんが一緒に動けばいいんじゃないでしょうか。はい、ゲン、寺蔵さん白で置いてるんで、大丈夫です。メイヤさんに入れちゃった。許せん。まあ、反抗するということだったんで、スキップに入れました。了解です。あ、私、メイヤさんについていきます。はい。あ、お願いします。戻ってきたなって、どういうことなの？ちょっとわからなかった。戻ってくるってどっから？え？一緒に出て、一緒にいなくなってて、開けたらまた来てたってこと？最初エレクトリカル2人いてって感じだったの。あ、よくわかんなくなってきちゃった。ゴゴゴゴゴゴゴ。理解力がなさすぎる。ホイソツを持ってしても、いや、ホイソツわかんねえからもう誰もわかんねえだろうな。日本の最高学歴だからな、ホイソツが。保育園卒一番偉いかな、この世の中で。治った。黒、オレンジ黒。押すのもちょっと誰かな。え、砂サメ？いっぱい死んでますね。砂サメさんが死んだのか。あ、ゲンです、見つけたのは青の死体でサントスさんですね。メドベイの入り口です。メッドベイの入り口。はい、メッドベイ。あ、これか。いや、僕メッドベイの入り口あったりいるけど、通路上ですね。結構いましたよね、人今右側に。ゲンさん、そうですね。で、メイヤさんとゲンには不可能で、ずっとセットでした。うん、2人死んでるんで。じゃあ寺蔵さんじゃないの？結構寺蔵さん起きるきてんじゃない？結構 O2 とアドミンで長いこと見てたから、うん、寺蔵さん無理だと思う。それは僕が証明できる。うーん、よ、 O2 で寺蔵は見たな、俺も。うん、K さんも見たな。サントスさんは初手メッドベイで、
キャンをしてるのはアルトさんと一緒に見てます。見てます、見てます。で、僕が右、寺蔵さんが左に抜けていきました。はい、そうです。僕は、僕のコード言いますね。カフェテリアでメッドベイとアルトさんと やって、アルトさんどっち行ったんでしたっけ？僕はカフェテリアの方です。そうですよね。僕セキュリティで、配線終わらせた後、俺は殺される位置にいると思ったので、カフェテリア戻ってアドミンで、作業して、お、あ、違うな、その頃オッツが鳴ったのかな。大丈夫、大丈夫、寺蔵さん、白、僕は証明する。あともう一個だけちょっとごめんなさい。サントスさんの容疑もそうなんですけど、砂ザメさんが亡くなっているのは多分このリポート5秒以内です。うん、砂ザメアドミンから出ていくの見てるので、砂ザメさんが、あ、じゃあそこの近辺ってことですね。アドミン近辺ってことですよね。あの、 僕はメイヤーゲンもあんのかなって思っちゃってます。いや、ないんだよな。それは違うんだな。それはない。ないです。Okay、アパイ人に2いたんで、そこが犯人かなと思ったんですけど、その2人が賢明屋立ちでした。そうそうそう。あ、やっぱそうか。ねえねえ、今のさ、時間って結構長かったと思うんだけど、1人でダブルキルの可能性はある、ない？ちょっとその感覚は分かんない。ギリいけることはいけるぐらいです。うん、サントスさんがメッドベイあたりで死んでるんだったら、無投票しないでね、無投票しないで、いけると思います。砂サメさん直前で死んでるんで、これ今そろそろ釣らなきゃいけない時期なんじゃないの、これって。そんな季節ではないのか。まあでも確かに左にいたんだよな、リアクターに。二人で動いてたの間違いないから、ペアはないか。先にペアの行動を教えてほしいですね。メイヤさんとゲンさんの。今ゲンさんってどこ行っちゃったんですか？まあ、いい、それはいい、いい、それはいい、いい、水準低い。まずストレージ行って、ゲンさんのストレージ行って、ロアエンジン行って、で、エレクトリカル行って、で、リアクター行って、アッパーエンジン行って、メッドベイのところで見つけたって感じかな。あ、合ってるな。リアクター2、ロアにリアクター2の瞬間あったから、合ってるな。あ、ゲンです。ちなみに、エレクトリカルでアルトさんとお会いしてます。うん、あの、後方腕組みしてました、ゲンさんは。サントスさんはメッドベイの上で殺害されていた。それについて詰めていっている議論、今は。どういう？大津なったタイミングで、アルトさんがエレクトリカルにいたんですけど、僕メッドベイからあれで来たんじゃないかなって思っちゃったんだけど、違うのかな。なんか何を議論するのか。メッドベイから僕が出るんだったら、まず寺蔵さんが僕が出て行ってるのを見てるはずなんですけど、メッドベイの話です。うん、出て行ってるのは見てる。カフェテリアの方に僕は抜けて、寺蔵さんが、セキュリティの方かな、アッパーエンジンの方に同時に出ていくのを僕は見ていて、テラゾーセキュリティの十字路で見たよ。俺リアクター行ってて後ろから来てたから、うん、僕はそのまま回線やってメッドベイの上を通って行ってるので、僕がメッドベイを通り過ぎた直後ぐらいの犯行だと思います。で、僕もカフェテリア行ってそのまま下がって、そのまま直でエレクトリカルに行ってるので。いました、ゲンさん、テラゾーさんたち。どこでですか？セキュリティ？あ、僕はそこには今いませんよ。違う、メッドベイでポチってやってセキュリティ配線やった後、まっすぐカフェテリアドミンって向かってます。あ、うん、そう、それはそう。多分ね、僕そこから合流してるから。それでテラゾーさんはどこに行って何ですか？これリアクターへ行ってました。そこでまだ後ろにテラゾーおった。これは。それはテラゾーも見てるはず。そうだな。待って、わかんねえ。
一瞬押しに行った方がいいんかなと思いながらボタンを押しました。リアクターやんに行こうかなと分かんないけど、なんか1個目の殺人の方がなんか証言出そうじゃない？なんか3人まであれ絞れてたし、それがメッドベー上でもしやってるんだったら僕が戻って殺してるないしは寺蔵さんが戻ってきて殺してるが一番近いと思ってるんですけど、ゲンさんとリアクターの方から行って、うん、でメッドベイに着いたタイミングでメッドベイに死んでて右に何人かいたんですよね、うん、その右にメッドベイの出口の右に何人かいたんですよ。最終位置ってそれね、俺も見てたんよ、見てたんやけどね、分からん、俺最後セキュリティで見たんよ、死体の前にゲンさんがおるのだから、その時に右にも何人かおったの知ってる。あ、待てってことは、ってことはゲンさんたちには不可能ってことは、トータスさん知ってるんですか？いや分からん、もうあの何セキュリティのカメラ開いた瞬間にパッて一瞬だけ映ってすぐ報告が出たのよ、うん、なるほど、ただいっぱいおるってなった。ゲンとメイヤさんの2路だった場合はこのキルほぼ不可能なのは、うん、分かる、理解いただきます、うん、ってなるとアルトが説明できるから、それはだったらメイヤさんとゲンは白で置いていただきたいんですね、うん、ナザメさんの位置を見た人はいないのところで、そっちの話が、ナザメさんはアドミンにいたんですよ、でアドミンから出て行って、シールドの方にはあの死体なかったんで、ってことはあれじゃない、いっぱいいたっての僕みたいなカフェテリアのメッドペ入るあたりだから多分僕の真横にいたのかな、いっぱいいたってことは2人いたってことですよね、少なくともってことは 3ないし4ぐらいおったと思う、死体挟んで右左におったんだけ分かる、僕 K さんの動きが全然分からないから K さんに入れちゃいますけど、だったら話をしましょう、僕の時間がない、時間がない、マジか、マジか、僕ちなみにトータスさんめっちゃ怪しんでます、なんで動き、俺だってあれやん、あと一人つってもし間違ってたら負けるので次が最終日だね、待てよ、あれでも寺蔵さんと K さん、あれ直前にすれ違ってるからこそキルが可能なのか、この辺で終わったね確か、この辺に、いや寺蔵さん見てないんだよな、待て僕が寺蔵さん、いや、違う、いや、直線見たな。おはようございます。行きます。はい。僕、アドミンストレージのあたりってコミュニケーションでダウンロードしてからシールドでポンピョンピョンってやって、その後 O2 が鳴ったので、そのタイミングで O2 に行き、O2 で寺蔵さんと合流し、そこでトータスさんがフラフラしていて、結構キルされるかなって怖かったです。その後寺蔵さんが、そんな理由な、辛くなり、アドミンさんじゃないわ。アドミン人じゃないわ。アドミンの方に行っていた寺蔵さんに、不本意ながら合流しました。うん、俺が見た見た。俺疑ってる理由が一個もわからん。出て行く時に誰かアドミンに入ってったと思うんだけど、砂ザメさんじゃなかったかな。砂ザメさんと僕とアルトさんがアドミン周辺にいたはず。いました。で、先に砂ザメさんが出て行って、センタンが先に上に行ったんだよね、多分ね。行った。で、僕が下行ったんですよ。で、シールドの方には下いなかった。カフェテリアから、アドミンに入るときに僕、ストレージから下から上がってくるセンタンさんと合流してると思うんだ。見た見た。それがアドミンからね、はい、僕。なもんで、とりあえずカフェテリアの入り口あたりで合流したんで、僕は下からぐるっと回って、右半身にずっといた感じです。なので、ちょっと割り込んでいいですか、昨日のちょっと続きになっちゃうんですけど、寺蔵さんと明夜さんの2択だったんですね、初回のキルって現時点だと。で、明夜さんの白が拾えた以上、私目線では初回のキルは少なくとも寺蔵さんしか容疑者がいないので、寺蔵さんからロストしたいんですけど、いかがでしょうか。2キルしてると思いますっていう話をしてるんですけど、ゲンさん。キリ間に合うと思うんですけど。寺蔵メイヤで落としていただけるんだったら、寺蔵視点は原産は結構白目だと思ってるので構いません。わかんねえな。原目線メイヤさんはトータスさんが怪しいんでしょ。二択ね、理由がいまいちわからない。寺蔵さんとメイヤさんの二択ね今日は。はい、あ、そうなのか。その方がいい。メイヤさんは白目、寺蔵さんだったらセルフリポしないと思ってるから、それなんですけど、もうそこしかローラーするんだったら原メイヤがあると思ってるので、それは飲めません。原さん、僕一人だけ釣るというのは絶対に無理です。あ、じゃあ寺蔵さん、メイヤさんとローラーについてたと思います。僕はメイヤさんに入れますよ。え、メイヤさんは絶対白ですよ。やれない。いや、2キルで出てきてるのが、トータスゲンとかじゃない、一人でやってるっていう話ね。ごめん、寺蔵さん入れちゃった。いいですよ。はい、僕の次メイヤさんローラーしてください。
ボタンがちゃう。こうなった以上、メイヤーさんは釣らない方がいいと思いますけど。僕ボタン押せるっけ。いやーちょっとボタン使いすぎてんなこれ。押せるっけな。リアクター対策しとこう。あの到達の動きが超絶怖いので到達ってもらえませんか、はい、でしょでしょ変でしょ。なんか僕直した後に僕の方に寄ってきて終わったからもう後残ってじゃあ到達さん待って到達さんが黒だった場合の相方軸を考えないと。トータスさんが黒だった相方の時って、K さんかゲンさんなんだけど、K さんはトータスさん釣りに行ってるからゲンさんだと思う。それだったら、いや、ペアだから、メイヤさんとゲンさんは。完全に無理なの？え？絶対無理、絶対無理。無理です。え、ちなみに停電もなかったので完全に無理です。じゃあ、ゲンメイヤは完全に白でいいの？はい、絶対白。ってか、アルトさんがそれも踏まえていただけたのかなと思ったんですけど。テラゾーさんかわいそうじゃね？メイヤさん釣って、で5人でしょ？ 5 人になったら2メモリ半だからいけっかなと思ったんだけど。ほぼ確実に一郎落とす方が確実じゃない。テラゾーメイヤに核で一郎いるの。でも今ゲンメイヤ絶対白っつってんだよ。てかケイさんはなんでそれで昨日テラゾーさんに入れてるのに今日はメイヤ、ロラでしょ。それはいい、それは合ってる。あ、じゃあ最短であれですか、一人で二キルしたっていう進行でいいってことですか。もうっていう可能性だって十分あるっていうのがみんなから証言出たから、あ、そうなんだと思ったんだけど、ギリやれなくないぐらい。俺でもサントスさんの時むちゃくちゃアリバイあるんやけど。なんだったらいいよ。なんでな。怖いもんなんかもう。俺まずサントスさんの時むちゃくちゃアリバイあるってちゃんと。まあ、テラゾーが黒やって、俺がテラゾートータスやったらまあそれがあんまりやけど、俺もテラゾーが十字路まで来てる時にリアクターによってそれを見られてるんで。まあトータスさんの後カメラ情報が死ぬほど遅かったっていうのも確かに気になる休んだよな。メイヤさんを落とした後にトータスさんまで行けます？ボタン長くですよ、ね、足りないか。ないでしょう。メイヤさんを釣るのは初日目のキルだったらギリ飲めるぐらい。うん、初日かな。はい。このまま釣らない。ゲントータスとかないよな。釣らないだとしたら2浪残ってた場合はダブルで終わりです、ね。いやもう入れる。メイヤさんには入れる。トラドさん。じゃあもう村の総意で釣りますよ。マジ？お！マジか。ちなみに僕入れてないよメイヤさん。恨まないでね。マジ？ケイさんやってんな。あれ待ってわかんねえ。マジでわかんねえ。終わらないのか、一郎連れてるのか。3キル怖いからな。即タスクマンするしかねえ。はい、はい、セキュリティいたのがトータスさん、トータス前半トータスさんで後半ゲンです。ああ、リアクターいたのが僕です。センターさんです。あ、じゃあゲンさんだ。は？リローか。アドミ見ててで、エレクトリカル2だったんですよね。で、アドミン、なんていうか、アドミン見てたら、エレクトリカル2で、エレクトリカルが2から一瞬1になって2に復活したんで、死んだと思って、ダッシュで迎えに行って、それを多分センターが見てるはずなんですよ。うん、入り口閉まってるのも。見てる。
あ、じゃあゲンの動きを説明した方がいいですよね。ゲンセキュリティの中にずっといて、ずっとカメラ見てました。トータスさんが出ていた後、私ほとんどの時間カメラの前にいたと思うので、点滅しているのでゲンの白は拾えると思います。でゲンはその後十字路も確認したところ、センターさんがリアクターから出ていかれたのが見えましたので、センターさんがもしリアクターで殺してたらまずいなと思って、リアクターに死体を確認しに行きました。そこでレポートが鳴っています。A3 ステンターですか、犯人。そうなるとアルトさんしかいません。私をこれだけ黒塗りしてくるのは無理無理。もうだって停電も起きてるし、エレクトリカルで、じゃあ、ゲンさんはエレクトリカルにいなかった市長でいいですか。あ、はい。ゲンさん最初どこ行ったって言ったっけ。開幕は私メドウェイです。メドウェイ行って、でメドウェイは見てる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 。でその後アッパーエンジン行って、セキュリティ行って、セキュリティ行って、あ、じゃあ先にあの時ついてたのってセキュリティゲンさんでいい。はい。だとしたらトータスさんになる。あ、そうなんだ。俺じゃない。なんだそういうこと。ゲンさんかトータスさんかどっちかなんだよ。あ、センターがリアクターを生きてくれてるんで。そうそうなんですよ。アドミン情報でエレクトリカルが2、セキュリティ1、リアクター1なんですよ。これ釣らないでの方がいいよね。ゲンさんが行動釣らない方がいい。え、いや、うん、ゲントータスでセットでもいいですよ。あの釣らないでの方が絶対いいよね。本当？僕の中ではゲンさんかトータスさんか2択で、セキュリティにどっちがいたかによって変わるので。いや、これ大丈夫ですよね。アルトさんセルフとかないですよね。大丈夫ですよね。言わない、停電起きてるし。いや、どうしよう。タスク優先でいいですか。タスク優先でいいと思います。いや、どうし、いやー、トータスさんだと思うけどな。トータステラゾかな。うわ、燃料かしかも。いや、ちょっと鋼の意志を持つべきだった。トータさんでした。ゲンさんが殺しました。トータさんです。最悪だ。意外と言うことはねえわ。言うことはねえわ。それぞれの視点で二郎を上げてください。整理して。寺蔵さんと唐達さんです。明夜さんの犯行は不可能です。寺蔵さんが2日目は2キルしたんだと思われます。だとしたら明夜さんと、明夜さんとじゃない、源さんと。唐達さんは源黒市長なんですよね。そら、だって殺したもん。あとは、でも、メイヤーさんじゃないよね。だから、初日から相方がわからんの。相方位置どこになるんですかね。多分、シナリオ的に無理があると思うんですけど。だって、あと誰？ゲンテラーズをこれしかない。ゲンメイヤーがないんやったら、ゲンテラーズしかないんだよ。そうですね、ゲンテラーズはギリあり得るとは思いますが。あのもし、寺蔵を現、名屋の中に二郎いた場合、あの初日3人中二郎が容疑者になってたという形になるんです、ね。うん、なので、残りの白い血を1人キルしてダブルキルとかした方が全然戦いやすい盤面なので、あんまり狼にとって生産的な初日じゃなかったと思います。セキュリ、アルツさんが言ってたセキュリティにいたっていうのが源さんなんですか。で、間違いなし、両方です。トータスさんが前半にいて、中盤以降はゲンさん。そうそうなんや。俺入れ替わってんのは入れ替わってんのよ、ゲンさんと。確かに。それはすれ違うとるんよ。もう俺、サントスさんキルのことぐらいしかないかな、今の。俺はだから、テラゾーに見てもらってて、でもテラゾー黒やもんな、俺して。だからもうなんとも言えない。テラゾーが上戻って殺したやろうなとしか言えやんからも。でも、テラゾーは俺がリアクターにおったって言ってくれたから、それはなんか信じてほしいなって思って。いやー、間違えた。俺、テラゾーあるもんな。早ない？素晴らしい。セタさー。ファッションダンカー。いや、マジでドキドキした。ごめんなさい、センターごめん、一通にさせちゃった。ごめんごめん、センターと一緒に本当は行動しなきゃいけなかった。いや、トータス当てた。
メイヤートータスですね。褒めてもっともっと褒めて。もっと褒めて。トータスさんが砂ダメ3個そう殺したってことだよ、ね。マジか。テラボさんじゃないのか、うん、そこの2だからギリギリ間に合う時間だったんですよ。そう。これすみませんテラボさん。なんかぐるぐるぐる回って殺した。いやむしろあのテラゾーさんを疑ってたのが白いなと思ってて僕言わなかったけど。間違ってたのが村っぽかったって。そうそうそう。だし、あとは決め手はあれかな。トータスさんに白照明集定もらおうとしてたのが原因さんが。あ、そうですね。ちゃんと黒位置をロックしてなかったその SG 位置を決めかねてたのが白かったなと思っちゃったな。いやナイさんだ。いやこれはでもすごいゲームでしたよ。インポスターもクルメイトも両方ともすごい。いやマジで分かんなかった。これがめちゃくちゃうまかったんで、いやだから原トータスだったら負けてたっていう多分ローラーの仕方だったからドキドキしちゃったっていう、怖かった。途中でアルトさんとゲンさんがさ疑い始めたから、いいぞ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 って思って見てる。いやーこれ切り替えられてよかったですね。いやすごいな、よく2キルしたなあそこ。いやすごいですね。本当にすごいよね。ネットの入り口でどうやってやったんだ全然わかんねえよ。あの O2 になってる時にあの振り向いて殺す。あの私がリアクターから O2 直しに行こうとしたときに逆走してくる、トータスさんとメツベの上でスイッチが2キル目がサントスさん。いや1キル目、1キル目、砂ザメさん、砂ザメさん本当に直近だったんで、うん、死んだの何食わぬ顔で、うん、急で俺とサントスさんってすれ違ってしたんだっけ。多分テラゾーさんがメドベイ出た後の話かな。僕とそうですよね、多分テラゾーさんが出て行った後に、多分 O2 が鳴り始めたのが僕がエレクトリカルついたぐらいのタイミングだったので、テラゾーさんが多分逆時計回りに回っていって一番最後に逆時計回りで、アッパインテラゾーさんがさっき言ってたセキュリティでトータさんが見つけた時じゃないですか、あの後じゃないですか。でも多分そこでサントスさんはもうリアクターにいたのか。いや俺メトベの上通ってアドミンに行ってんだけど、あ私そうです、リアクターで O2 が鳴ってその後リアクターアッパーエンジンメトベイって通るときに殺された。そうなんだ。俺が配線やってるとき多分サントスさんがアッパーエンジン側から来てリアクターに入ってるってことか。あ多分そうですね、多分そうですね。だよね、そういうことか。じゃあそれは見てない。サントスさん殺す衝動抑えられなかったわ。あの嫌いなんだろうなと思いながら。嫌いじゃない。好きだから。いやあ名屋さん来たなと思ったらバシュってやられて。ちょっとお手洗いってきます。エレクトリカルに二人いるよと思いながら。いや一人さんが白にしか見えなかったです。一人に生きるはうまかった。いやすごいね。トータスさんのおかげなんだよな。で私目線もその原さんと宮さんにどっちが一郎いるか分かんなかったから、その寺戸さんとのローラーするときに原さんだったら負けたって思いながらそのローラーの行方を見守ってました。いや宮さんやっぱ英断ですよ。宮さんは私多分もし自分が白角抜いちゃったら釣り切らなかったんで、いやでも結構あの初手で殺された人間からするとすげえヒヤヒヤものの議論で、実はそうですよね。そう名誉さんギリギリ疑われてるけども釣られないって、で結局ゲンさんがピアコンゲって死体が2つ発生したら、なんかあれゲンさんが名誉さん白く見てる、はこれダメ負けるってずっと思ってたんで4回ぐらい時計逃れましたもんね。いやすごかったすごかった。名誉さんの刑にやられましたね。もう釣ってあげなよって僕ずっとスキップしてたんですけど、押すなよ押すなよと思ってたもん。いやなんかそうクルーメイトの議論がなんかどれも欠けてたら多分今回負けてるだろうとか思ったんで、よかった。原産釣らなくてよかった。ああ原産釣るつもりでした。うん、あいやは発見時アルトさん開幕はゲンかなり黒塗りしてきたんで、うんって思ってしまって、私もちょっと警戒でアルトさん黒塗りしちゃった、うん、アルトさん僕が死んでたらどうなってたんだろうと思って。先端だったらトータスさんでしたね。僕が多分いつ枠になってたらトータスさんに行ってると思う。あートータスさん入れてたんだ。あなんか一回そのトータスさんの動きがすごい怪しいみたいなアルトさんが言った気があったんで、もともと結構アルトさんトータスさん黒塗り寄りだったんですよね、うん、確か。そうですね、どっちかって考えたらそうですね。いやでも今回は本当にトータスさんのあのスペースの一人にキルが超絶うまかったです、ね、トータスさんはマジで神でしたね。あのキルすごかった、そうだった。うん、いやなんかちゃんと最後のキルも、そう最後のキルもちゃんとアルトさんを狙いすましてキルしてたし、うん、そうそうそう。いやあれ逃げようとしたんですけどね。
スンタンがそう右の方に行ったのを確認してたんで、いやー右の方の扉の方で死のうと思ったんですけど、げっくりしたら無理ですもんね。だからいやーいやー見事だった。扉閉めるしかねえと思って、そこ扉閉めたらこの3人になりましょうね。まさかのロアエンジンにいるとは思いませんでした。いやー明夜さんの踏ん張りすごかったなー私目線だとマジで明夜さん踏ん張ってたんで、いや途中でね絶対減産しろって置いてたのにもかかわらず明夜減のつながりあるかもって発言しちゃったのがめちゃめちゃ後悔してて、ああ思っちゃったな。いやーまあでも僕視点は割とすっきりしてて、寺田さんとケイさんそれこそカフェですれ違ったから、寺田さんの煮切りだけはないっていうのは分かってたんで、そうそうそう、俺めっちゃ褒められてた。いや褒めいやお前だっていやマジで分か最後確信があってはい終わりじゃなくてめっちゃ最後まで悩んだから、まあ結果ね市民というかクルーメイト側の推理がめちゃくちゃすごかったんで参りました。いやトータさん途中のごめんなさいマジで、いいのトータさん釣っていいっていうのが聞いたかもそこまで あれはね殺しちゃろうと思ってたいや面白かった。宮、まあまあ、さんまで釣り切ってよかったですね。なんか止まる流れもあったから、ローラーローラー止まるのかと思ってすげえドキドキしちゃったあれあの日。ヤドさん釣ったらもう宮さん釣っちゃダメですよみたいなことも私結構あれをやれば本当地獄になることですよ。なんでこのインポスターなのかってなっちゃってたわ。ごめん。もう寺田さんがどんどん真っ黒になるのがめちゃくちゃ面白かったわ霊界。いや私初め寺田さんだと思ったよ。うん、うますぎてそうなっちゃったんだよ。トータさんがこの殺し方がその寺田さんに黒塗りがしやすい多分アリバイの感じの殺し方だったんだろうな。よく考えればトータさんも逃げる可能な位置なんですよね2日目。そうですね、もうインポスターを誰だってこうそうなんか想定するのがコロ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 変わってて、もう自分の中で誰がインポスターなのか分かんなくなる、ね、いや本当にだって5人の子だったっけ、あれ終わらないなみたいな、あ一郎なのかみたいな僕なんかよく分かんなくなってた、どことどこがみたいな、そんなに。いやいい試合だった、ナイスゲーム。いやー開幕から神回とはね、確かにこの後のプレッシャーですわ。ベッド例の上でサントスさんが死んでたのがかなり時系列惑わされたな。そうなんですね。そうですね。めっちゃ時間経つから。上ってその通路のことせども、通路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 の話。あ、了解いたしました。カメラついてないよしと思って、これ俺セキュリティ見て死体発見したふりしようと思って見た瞬間にいっぱい集まっててうわってなったよ。僕と源さん目線マジであそこ寺蔵さんになっちゃうんですよね多分。その先を抜けたっていうのが寺蔵さんだったら。そうですね。うん、次はピカさん長生きしますように。長生きできればいいですね。また待機時間長かっただろうから。うん、まあでもなんか特等席で紙試合を見れたってことで私は割と興奮してました。1戦目からカロリー高い試合が。なんか疲れたもう。そうだよ。やりましょうやりましょう。やりましょうやりましょう。で Q ボタン押しだもん。やりましょうやりましょう。じゃあ、ビートでお願いします。はい。